そうですね、なんか結構思ってたよりもなんかこう、ガウガウした感じで、あのだからレコーディングも結構こうナチュラルに歌うよりは結構吠えるように歌うっていうか、なんかそういうキャラクターの演出いただいたんで、結構あのガウガウした男でいったろうかなと思っております。いやもうなんかあの大掛かりだなと思って想像してたよりすごいなんか大きなプロジェクトなんだなというか、なんていうかね、ムービー撮ってあっちでスチールでみたいな、すごい状況だなとテンション上がりましたね。まあ、今回はラブカンシェールってことなんですけど、あのいわゆるハイドさんの曲って別でバンプスの曲も前カバーさせてもらったことがあって、なんかすごくあのやっぱりいいですよね楽曲、ラルクもいいしバンプスもかっこいいんで、こうやっぱでもね、こうハイドさんに失礼ないように大事に歌わせていただきました。パラパラってこう何回もこうね時代をこうまたいで、盛り上がりが来てるんで、あのそのなんかこうまたこの令和にまた再びパラパラっていうのはこの作品が取っかかりで、いくのいいんじゃないですかね。なんかこう日本人の多分気質に合ってますよ。盆踊りもねみんなで同じ踊り、あれのなんかこうねいわゆる派手というかポップなバージョンなんで、これから、パラパラというのが皆さん一緒に楽しめる一つのムーブメントになるんじゃないか、その先頭にいたいですねこの作品。はい、ぜひ楽しんでください。時間